段階でミスタードーナツイエーイ。あーなるほどミスタードーナツイエーイ。ドーナツイエーイ。ミスタードーナツ50個大食い対決でございます。俺基本的に甘いものはあんま好きじゃないんですよ。どんな格好で言うとんの。俺はな、前回負けてからな、普段マジで食うようになった。だよなだよなだよな。いや別に。なんで頑張ってますよ。そうやろ。何のためかって言ったら今日お前に勝つためだよ。プラス今日は俺はね、もう大食いになるコツみたいなのを Google で検索して、それをね、もう片っ端から実践していこうかと思って。うわすごい。勝たなければもう。じゃあ引退でいいっすよ。もう引退何でもしてやるよ。 OK。いただきまーす。はーい、召し上がれ。これ負けるやつ。いつものやつね。ラグでしかないでしょ。このうわもちもちこのすごいポンデリングね。じゃあこれもいただくわ。あー食い方うまそう。デブだな食い方。うめえな。うまいな。あー、この前芋虫見てるよこれ。気持ち悪いね。ほら飲むよく食べる前に言うねそれね。子供の頃から超好きな。うーん。はい、2個目完食早っ。俺もその実践してるから、その大食いのコツ。もう実は。あ、何やってんの今。言ったらこいつすぐ負けるからいいよ。いやいや、1個教えて。おいしいおいしい。コレステロールが低くないしか食ってんだよ。バカだね。わ、なるほど。バカだね。勉強ある。あ、そこやめろ。脂質が抑えめのやつを食うことによって、胃の中でなんかそういうね、バリアみたいな膜みたいなの作れるらしいんですよね。あ、そうなの。そう。3つ目終わり。3つ目終了。はい、1個目終了。続いてこのクリームのやつ。いかねえよ。クリーム質の塊。キモいポイント発見しました。あれここなんですけど、うん、言われる跡がついてます。気持ち悪い。ミスタードーナツ。はい、ちなみに4つ目終わり。5個目終了。2個目終わり。いいですよペース。コレステロールのやつ。あ、これとかめちゃめちゃあるわ。お前ドーナツから手を離せお前。はい。俺本当にね、ドーナツあんま好きじゃなくて地獄です今。俺は全然地獄じゃないけどね。ミスタードーナツ。イエーイ。ダメだ。はい、3個目完食。うん。え、何してんの。そう、何してんの。俺調べたの、大食いの秘訣を。一口サイズにカットして僕はこれ食うの方がたまんないんですって。あ、そうなの。ダンボール切ってたハサミでどうぞ好きなやめて。ほら、いけるよ。はい、6個目完食。あ、4個目完食。ほら、どこでいった。はい、7個目終了。はい、5個目完食。なんか、もう食えば食うほど腹減ってきたわ。ええ。おい、砂糖つけんな。これがミスタードーナツになっちゃうよ。あえ、ちょっと待って。でも今マジヤバい。音すごかったよ。俺今誰か来たんかと思った。8個終わりですね。7個完食。いいよベース。え、俺もう腹減ってるもんだって。もうヤバ。てか待って、勝手にオールドファッションでやるのやめて。一口サイズでね、徐々に大きくしていこう。なんで徐々に大きくしていくの。ほら、あ、いいよ。おー、いいね。あー、その顔好きって。アホい。苦しそうだな、お前。横に大悪魔の。ハコ完食。ハコ完食。ハコ。ハコ。いえ、いえ、いえ。だからちょいちょい砂糖つけるなんだ。一回潰してみない。じゃあ。今日はじゃあ潰してみて。潰してます、潰してます。こんな。すげえ。ダムみたいな。ああ、でも食いやすいかも。はい、9個目完食。同点。一言言わせてもらうとね、ポンデリングはそんなね、あんまりいい食べ物じゃないです。だから何。これ結構もちもちして食感結構あるでしょ。噛むことで満腹ですよ。刺激されてお腹いっぱいになっちゃう。俺どの食べ物はあんまり噛んでないけど。いや、でもポンデリングはいつもより噛んじゃうでしょ。噛んでない、もちもちするから。噛んでない。お前それじゃお前危ないよ。胃に危ないよ。ちゃんと噛めよ。噛んでないって言ってんだろ。満腹ジュースをみたいな。はい、5段階中で満腹ジュースどうですか。満腹ジュースヌンヌンヌンってね。まだ全然いけるじゃん。満腹ジュース48。終わっとるやないかお前。残りの 0.2 で巻き返すから俺は。だとしたらお前多分3ぐらい。10個完食。はい、ポンデリングだーん。はい、10個完食。きついって言うてるやん。あれ消えれてる。あら、なにこれ。遊び出した遊び出した。こいつが悪いんだ。あ、こいつを痛めつけてくれ。その言葉を待っていた。来るね。ちょっと R1 飲みたいわ。ジートガシゲー。すごいね、ウコの力。お前これ持ってきた。なんか力出るかなと思って。うん、確かにウコの力だもんな、これ。やめとけよ。R1 飲んで復活します。さあ、復活することができるのか。胃の味が変わるということは、胃
の味が変わると。12個完食。言っとくけど俺はなまだ秘訣あるからな。え、あ、リタイア。リタイア。え、薄塩味のお菓子だ。今回甘いもんやろ。甘いもんばっかだと人間はどうしても飽きちゃう、飽きると満腹感じやすい。はい、というわけでこれしょっぱいもの挟んでちょっとリフレッシュ。まあ、まだ使わないけどね。ここにここからもうお前の大食いタイムでしょ。お前やる。めっちゃついてるよ佐藤。お前けんなってお前。ええ、ふざけんなこれ。じゃあ左からなるねこれ。どういうこと。お前もう食えよ。なんか今日強えんだよこいつ。強い時のターボを帰ってきたねこれ。俺は修行したんだよ。じゃあお腹いっぱいになってくるとさ、これこうやってやりたくなくならない。ああ全然わかんない。なんでその。じゃあ俺これ11個目だよ。ふざけんな。飛びプレイ。ごめん。えぐ？お前何なの？涼しいかもしれんすよ。気持ち悪いかもしれん。気持ち悪いって。13個完食。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。こっちちょくね。ちっちゃいな。うん、ちょっと待って。14個完食だよ。なんで見てくんだよ。ああ！暗いすぎやろ。ここで俺はお前をさらなるどん底に落としやる。トントン。おい、トントン。なんだ。釘を刺す。なんかどんどん体が硬直していく。トントン。あ、トントン。やだ、わら人形になる。トントン。ああ、わらになる。わら人形になる。邪魔。あれ食ったの今。あれ、あれどこ行った。まだあったよ俺。あれ、あれ食ったよ、11個。あ、11個も食った。はい、うわ、もうやだ、全部無理なんだけど。お前、文句しか足らねえじゃん。15個完食。お前が食ってる間に1個作戦思いついた。さっき京平がやってた細かく切って食べる方を俺が真似させてもらう。長官、モノマネ幻想師。てってれー、モノマネ幻想師。もうやってあります。おお、おい、遅っ。この方の残りパッツだぜ。おお、12個完食。いいね。お一口16個目完食。ここでタッチをして僕の手をこうやって合わせてもらう。なに、なんだポテトチップ。おお、はお前バカじゃねえ。なんかね、腹いっぱいになるのってね、糖の影響がでかいらしいのよ。やっぱこの状況ってね、大食いしにくいの。なんでかっていうと、いっぱいあるでしょ。いっぱいあると人間ってなんでこんなにあんのか、うわーってなって泣いちゃうんだって。はいはい、だからこれはもうねえ方がいいのよ、これもう。じゃあちょっと隠そう。もう1個だけ出してる、そっから。あ、わかった。じゃあこれだ。はい、どぎつい。17個目完食。これしてもやろうよ、また。はい、バレクエせえ、うれせんべいみたいな。出た、ポンデリングさんだ。俺の顔で見てみて、どめえこもって何も聞こえない。危なぁ。はい、18個目完食。いくー。はい、お、これなんだか知ってるか。これはオールドファッション。俺の見ろ、机の上、この残骸たちを。かわいそうだが。かわいそうだよ。じゃあ食えよ。そうやな。はい。そしてお前はプロ野球チップスを食べたらいいと言っていたら、俺も食ったふりをしたが、あれは食べていない。何、喉に止めてあるんだプロ野球チップス。で、俺はいつもここでな、トラックカードオープン、ギブアップですって言うところではないですか。え、言わない、言わないの。何、違う、言いません。モンスターを召喚します。モンスター。俺はプロ野球チップスを生贄に捧げ、食べとるやごめん、ギブアップ。大輝さん、ギブアップ。もう無理よ。すげえよね、マジでさ、ちゃんと成果現れてるわ。もうこんな差つけて食う、食べ勝つことは珍しい。久々に、ね、珍しいよね。いや、でも結構きて、もうでも俺が勝った時ね。お前バンバン叩くのやめてくんね。サーボーもラスト頑張れ。よし、よし、いけるぞ。よし、いけるぞ。ちょっと死角からの、死角からの情報、頑張れよ。死角からの情報が、頑張れ。いやー、もう無理、ギブアップ。無理。もう目つぶっちゃう。はい、ということで、はい、18対12でターボーの勝利。すごい、18番王者帰ってきた。この2人すごいなと。ターボー頑張ったなと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。次回の大食い企画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビー。